じゃあお願いします。お茶の私だけじゃないですか。お茶ってやるって言ってるじゃないですか。さあ11月9日ネズキャストがねそこにいるんですよ、ね、さあさあお茶以降のお時間でございますが、このお時間はですね、お客様ともっと親密になりたいっていう我々の思いのもと、お客様からいただいたですね投稿に我々キャストがお答えしていくという10分でございます。はいね、今週のテーマ早速いきますか。私名乗りましたっけ。私キャスト島田と言います。今週2回目ね、頑張ります。起きに行かないように一生懸命やるっていう大変です。さあ今週のテーマこちら、紀子様からの投稿テーマ、若かったな今だから話せるこんな失敗恥ずかしかった話というですね、ぜひですねテーマ以外でも OK でございますから、ぜひ、ね、受け付けております、そして紀子様にはこちらのねゴールドステッカーを送らせていただきます。さあ早速じゃあ参りましょう。お一人目、若かったな 今だから話せるこんな失敗、お一人目、朝から天丼様、はいプロレスラーになると一人信じて疑わなかったあの頃、考えに考え抜いたリングネーム、潜在写真用決めポーズをファイリングしていた極秘ノートをうっかり兄に見られてしまった12歳の夜、顔から火から出る感覚をあの時初めて味わいましたと。考え最初でこうなんかこうなんかやばくちょいろいろこれなんかなんかちょっとなんかもうなんかこうやーっていう根付けが映ってますから、なんかもうわーっていうこうそういうリングネームもね大変ねもう恥ずかしいですねというようなですね、はい、若かったなありますよ、そういうことなんでね、はい、そしてお二人目いきましょう。パッチョ様、20年以上前の社会人1年目支店長、男性からこれ女の子たちの間で回してと資料の、回覧を頼まれました。女の子たちってなんだろうと考えた挙句、50代のおつぼね様を除く若い女性社員たち20から30代に回した私、一人だけ回してもらえなかったおつぼね様が拗ねて、私は支店長から苦笑いとともに怒られました。どうやら営業マンの男性陣以外という意味だったようですが、知るか、そもそも女の子たちってなんだ、飲み屋かみたいなそりゃもう拗ねたでしょうね。ねえ、女の子たち なんね女子とかなん定義は何ですか。女子の定義って何ですか。女子何をもって女子、女子私普通にあの女子ってあのオンエアでも言いますけどもね、女子ネズキャストの女子ね、よかったじゃないですか、50代の方もね入れてあげて、かわいそうですよネズキャストも当然女の子ですから女子、そう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 です、チャーミーです。若い子のネズキャスト可愛かったんだよ。いや今でいやいやいやごめんごめん、しまそういうやつだよ、そういうやつ。今も可愛いけどチャーミングだけど、若い子のネズキャスト本当に可愛くて、めっちゃ今度写真持ってきていただきたいよね。ものすごい可愛いんだよ。どっか行っちゃった。大学生の頃写真とか見たことあるんだよ。本当可愛い。本当であの子出会わなくてよかった。危険でした。もう一方来ますよ。もう一方、はい、こちら久美ちゃん様ですね。ズバリ世論島をずっと海外だと思い込んでいました。短大の頃友達との会話でたまたま旅行の話になり、友達が世論島行ってみたいよねというので、海外ちょっとと私、その後みんなにドン引きされました。だってそのカタカナで世論島って見た目も聞こえ方も海外っぽいですものねと。そう確かに世論島ってなんかフィジー世論5日間みたいな感じしませんかね、フィジーと世論島みたいな、そんな世論っていうと確かにねワンチャンそうかもしれませんね、というようなことが、ありましたね、はい、ということで、実はですね、ここでん次の方、そうだこういう段取りでした。ゆり様から、昔は俳優さんもしていたという島田キャスト、どんな俳優さんだったんですか、セリフ覚えに苦戦したエピソードなどあれば教えてくださいということで、前回あのこれ無茶振りガチャやりましたね。でこれガチャを出したところですね、これ根津さんもやったんですか。これやってない。あの頃若かったなマル秘写真を提出ということで、今日、はい、お約束通り持ってまいりました。でこれだと見づらいので引き伸ばしました。ザーン
私です。これは二十歳の頃の、はい、あの私だから東京に出てきて初舞台をこれ池袋の小劇場で踏んだ、20歳の私です、はい、いやかっこいいかどうか分かんないけど、これはですね、一応主役だったんですよ。大学1年生だったけど、で、お金をお客様からいただいた最初の舞台で、でですね、主役だったんだけど、なんか舞い上がってたらすいません、本番の3週間切った頃に熱出して、で、風邪ひいて、それが肺炎になり、喘息も発作も出て、で病院行ったら入院ですってなって入院しました。で10日ほど入院して、だ本番の10日前にやっと退院して、で稽古して本番出たっていう感じでしたけど、その頃はだから稽古つけられないでしょ、私入院中なんで。でその頃カセットテープレコーダー、ラジカセ、あのカセットテープに、あのカセットテープに録音をして、で稽古を録音して、それを必ず劇団員が持ってきて、で広志今日 の稽古だからちゃんと聞けっつって、聞きながら台本を読めて、うんうなぎながらずっとこう台本を読んで、一人でこうベッドの上で稽古をして、でも本当に1週間ちょっと前ぐらい戻って本番迎えたんですよ。懐かしいですね。いろいろ若かった失敗ありますよ。二十歳って言うともうちょっと失敗があって、こっちと関係ないですけど、成人式に普通行きますよね。で私も実家の大阪に成人式の案内が来たそうなんですが、もうな、母が教えなかったわけです。教えないから私成人式だと全然忘れていて、で1月15日当時はね、で、その日朝から、すごいその綺麗な、もうあの振り袖を着た、なんか卒業式が早いな、卒業の割にはみんな若いな、男性もなんかみんなスーツ着て、あ今日成人式だって、あ俺成人式だって、その時に気づいて、実はその日は、先輩が頼まれてですね、あのラブアタックっていう、かぐや姫を、いろんなあの競技に挑戦して射止めるっていう、そういうあれが番組が、ケーブルテレビで作ってて、それにあのアタッカーでお前出ろって言われて、お前ちょうど二十歳だろうって言って、であのあじゃあいいっすよとか言って出ます、出たんですよ。その、収録のある時だったから、そっとスタジオに行かなきゃいけなかったんです。で後で聞いたら、他のアタッカーみんな21歳とか22歳とかみんな嘘ついてて、でかぐや姫ってそういう人も本当二十歳じゃないみたいな、でもみんなあの二十歳の成人の日スペシャルっつって、私は本当に行って、私の成人式はだからそのアタッカーだから、丸太早切り競争クワーッ引っ張りとか、あの、ホールケーキ一気食い競争とか、本当にこうやって、私も一時優勝しましたけど、で私の成人式丸太こう切りながら、これが俺の成人式だ忘れられませんね、というようなことがありましたね。ということで、今までご紹介をした皆様にはですね、こちら、はい、お茶以降ステッカーを、はい、送らせていただきます。さあ残り50秒でございますが、明日のお茶以降はその噂のネズキャスト、なん写真を私だけですか、これネズさんの何これやってる、何ですこれ、ね、ネズキャストの20代は可愛いよ、めっちゃ可愛いんで、ね、ぜひ持ってきていただきましょうよ。ほんと可愛いからネズキャスト、いや今もチャーミングだけど、そうネズキャストは実はこの後ですね、今日は、イミディン加藤滝さんをお迎えして、お二人で、はい、この後15時10分からお迎えして、はい、ご紹介します。こうお期待。では明日も、あ時間余っちゃったじゃないですか、すいません。さんもね、より若い頃言われますが、これからも元気で暮らしていきましょう。はい、改めてHave a nice day!